1分でざっくりわかる鉄拳シリーズ。鉄拳ザ・キング・オブ・アイアン、ザ・キング・オブ・アイアン・フィ、格闘大会が開催され、なんやかんやあって息子がパパを崖から落としました。鉄拳2、格闘大会が開催され、なんやかんやあってパパが息子をマグマに落としました。鉄拳3、格闘大会が開催され、なんやかんやあって急にデビルになった孫がおじいちゃんを遺跡の下に叩き落として飛んでいきました。鉄拳4、格闘大会が開催され、なんやかんやあってデビルになった孫がおじいちゃんとパパを倒し天井を突き破って飛んでいきました。鉄拳5、格闘大会が開催され、なんやかんやあってどてっぱらにもう一つ口があるタイプのひいおじいちゃんがひ孫に倒されて砂になりました。鉄拳6、格闘大会が開催され、なんやかんやあっておじいちゃんの隠し子の前で孫がラスボスっぽいラスボスと穴に落ちて光になりました。鉄拳7、格闘大会が開催され、なんやかんやあって今度はパパがおじいちゃんをマグマに落としました。さて次回は、格闘大会が開催され、なんやかんやあって、なんやかんやあって、なんやかんやあって、崖から落ちるの、落ちないの、どうなっちゃうの、わからなくても全然楽しい鉄拳8、1月26日発売。体験版でお話もちょっとわかる、わかると多分もっと楽しい。